だけだ。さあ行きましょう。相手は魔の、さあどういう戦い方をしてくる方なんでしょうか。うわあ、ちょっと苦手なキャラ来た。ほっ、危ない。ほい、はっ、破傷撃。ほい、まあまあまあいいだろう。長いのこれ。ほっ、おっ、うわ助かった今のはマジで助かった。投げよう。ほっ、ほいほいほい、ほう、あーきっちい。これはやめてやめて、いやこれもうがっつり下がる。ほっ、あー長い。いやーきつい。話せなかったな今の。あー長い。バックステでもか、バックステ狩られるか逆に。これ大系ね、長いんすよね。さあ第2ラウンド。ほい、あぶね。これどうしよっかな。破傷撃投げましょう。投げは通りそうだな。これまずいな。いやこれ下がりたい。どう来るかな。鳥はそんなにしてこないのか。いやー痛い。あー垂直飛びか、危ないね。破傷撃いいよ。ほい、あー動いてこないで、しゃかまねえかさすがに。いやーこれ死んだから。おい生きてる。もうやっちゃった。バックステ、バックステが良くないな。バックステ刺さっちゃってるな。さあどうしようか。技振りが難しい。通常技に前に持ってければなーって感じなんだけど。あぶね。え、嘘、マジか。今のつかめねえか。でかいね。差し返しでかい。いいよ。第5数昇竜拳。いや下段かなこの人には。なほい。でも中段も打ちますよ。じゃあ持続中段、やっぱ端に追い詰めちゃえば。マノンはね無敵技がないからね、いいじゃないですか。あーやめてくれー。ほい、すいません。安いなこれ多分な。まあいいや。ほい、通らない。昇竜拳投げましょう。逆行ってもらうよ。うわー今の止めらんねえか。待ってたんだけどな。めっちゃこういうこともやる。よーし、危なかった。台形とかにねインパクト合わせられればこっちが美味しい。ほらー危ないよー。やっぱり通常技のね、てか技のこっちな、こっちがね技のリーチ内に入らないといけないのがすごく大変。でも頑張る。まあなんとかかんとか1ラウンドは取れましたけれども、どうしようかな。投げ、うわこれマジきつい。やめてー。あー駒投げ2回。うわもうメダル4か。早いな。やめて。あっ、あっ、当たるぞ、当たるの。いいよ。え、重なんねえか今の。うわー今の重なってないのかー、ショッキング。マジかー。一応重なる連携なんですけどね。もうメダル5枚だ。事件です。おお危ね。投げましょう。ほい、いいよ。うわーこれやばい。これ不安じゃなくて、いて、普通にインパクト、インパクトじゃないや、 OD でいいんだな多分な。おいしい。ほっ、破傷撃いいよ。全然ある全然ある。ちょっとコンボはいやおかしかったけど、5枚貯められてはいるが、なんとかかんとか。さあファイナルラウンド。昇竜拳投げる。でかいでかいでかい。ほいほい、ラッキーだった。ねじ込む。
でかいー、もうどうにでもどうにでもなれのインパクト。くらえー、声裏返った。しかもおいしょー、危なかったぜー。マノン戦またもや久々の初勝利。俺苦手なキャラ言い過ぎじゃねえか。いやほんとそれぐらい最近いろんなキャラに負け越してるんだよな。あのもしね機会がありましたら、機会とね、あのお時間がある方はぜひあの私のプロフィールを見ていただければと思います。本当にね、あの苦手なキャラとことん苦手で勝率に如実に現れてます。マノンも特にその一人で勝率5割切ってたんじゃないかなっていうぐらい最近全然勝ててない、キャラクターだったんですけども、今回は、なんとか2崎は勝利することができました。よかったぜ。まあ弾が結構刺さってくれてたのが、まあ、今回の勝因だったのかなっていうところでありますね。まあ正直こういうリーチ差があるキャラクター同士の戦いはもう弾が刺さるか刺さらないかっていうところが結構重要な観点になってくると思いますんでね、あ今回は勝ててよかったです。はい、というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合どう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。MR1900 があまりにも遠い壁なんですけれども、どうしましょうかね。ストローク1分間チャレンジ。